デリック・ウィブリーデリック・ウィブリーは、カナダ・オンタリオ州トロント出身のミュージシャン、プロデューサー。パンクロックバンド、サム41のリードボーカル兼ギタリスト。カナダのマネージメントプロダクション会社、パンクロック・ミュージックの設立者、管理者の一人でもある。身長は約165センチメートル。音楽で影響を受けた人として、ビートルズ、グリーンデー、ノー FX を挙げている。 2005年6月28日にカナダのロック歌手であるアブリル・ラビーンとの婚約を発表し、翌年の7月15日、ロサンゼルス郊外サンタバーバラ東隣のモンテチと似て挙式した。しかし、2009年9月から別居中であると発表され、同年10月9日にラビーンにロサンゼルス裁判所にて和解しがたい不和を理由に離婚を申し立てられた。2007年に ロサンゼルス近郊の高級住宅地ベルウェアにある豪邸を約11億4000万円で購入している。2010年8月にサム41が大阪市で開催の音楽祭に出演するために来日したが、その時に同月6日に日本国内で母校を受け負傷したと AP 通信が報じた。バーに立ち寄った折にトラブルとなった模様だが、 暴行を受けた場所は明らかになっていない。デリック・ウィブリー。IMDb。2021年3月21日。閲覧。サム41。ユニバーサル・ミュージック・ジャパン公式サイト。2002年12月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年3月21日閲覧。アブリルデリック。11.4億円豪邸購入。バークス。 http コロンスラッシュスラッシュ www.works.jp スラッシュニューススラッシュ id イコール10億3996エーラビーンさんの元夫日本で襲われる読売新聞2010年8月7日ありがとうございます